いざ参る。また考え事してるのか、ライフィセット。うん。ジークフリートは別大陸から来たものみたいだけど、ロクロは知ってる？いや、俺はもっぱら剣ばっかりでな。あの手の道具には疎いんだ。そっか。でも、すごい道具だったね。ザビーダの使い方からの推測じゃが、あれは力を増幅させる道具じゃな。力を増幅？確かに自分に撃った時強くなったね。瀕死のレジェンドワイバーンも逃げる力を得た。だがメルキオルの現実は弾け飛んだぞ。あれも増幅じゃ。術の源である精霊の力を限界以上に膨らませてパン。さじ加減一つで
毒にも薬にもなるってことか。扱いの難しい道具ね。問題はあれを使って何を企んどるかじゃが、ま、どうでもいいがの。あの、ライフセット一つ聞いてもいいですか？何？メルキオール様の幻術で現れた傘の女の子、あの子はアイゼンとどういう関係なのでしょう？アイゼンには直接聞ける雰囲気ではなくて。わかんない、僕も気になってたんだけど。でも可愛い感じの子だったよね。は？はー、ボウはああいうちょっと澄ました切れ皮系のタイプだったのかい？そうだったのか。俺はてっきりベル…うわ、やめて。どうしたの？ちょいとデリケートな話をしとったんじゃよ。具体的に言うと、ボウの初恋相手について。へえ。違うってば。現実で現れた傘の女の子は誰かって話だよ。傘の子か。あのアイゼンが今日疲れ動きを止めた。よっぽど大切な人なんでしょうね。じゃな。しかもかなり複雑で深い関係と見た。おいおい、つまり別れたくても離れられない奥方、もしくは生産不可能な愛人。極端すぎるだろう。っていうか若すぎる。いやいや、勝手気ままな海賊にふさわしいのはボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた、偽りのなしか知らぬ女との間にできた娘とか。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、その娘を何も言わずに引き取った可能性も。それならお互い別の人と結婚した後に真の恋心に気づいてしまった幼馴染とか。こいつらどんな恋愛感してるんだ？ライフセット、とにかく女には気をつけろよ。うん。かっこいい。
重ねたげろ。痛みを忘れ疾走しろ。クイックです。追い詰められちまったが、俺の勝ちだな。すぐに済ませるわよ。スイファーカスカスカス、ヤマハロールの練習を上げろ。重ねかけろ。超新人気だ。何なのか。重ねかけろ。成敗ゲット。片付いたみたいに行くわよ。魔をかけさせないで。普通の衣よ変圧しろ。ローテでいる。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。話にならねえな。僕、役に立ったかな。話にならねえな。捕らえられまい。そこだ。捕らえられまい。検証区とどめ。するもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。重ねかけろ。さあ先に進もうぜ。
戦場。こいつはどうだ、逃がしたよ。やめろ、やめろ、捕らえられない。何のこと。自走宣言、衝撃客全社と。誰もそこだ。全勝君、邪魔して無事撃破、逃しはしない。サンダーブリッジ、邪魔よ。本気になるまでもなかったな。てかと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。行くわよ。ほら、はい、行け。誰もこいつはどうだ。覚悟もなしに立ちふさがるな。すぐに済ませるわよ。重ねかけろ。そこだ。ウィンドランス、全勝負。とどめ、この場所で本敵退散。重ねかけろ。切り捨てごめん。成果を確認してくれ。美味しそうなレシピが見つかったよ。じゃあ次もよろしくね。錠剤洗浄、遅い。ディエンレイ客、そこだ。クライミックス、全勝君、つむじ客、ダメージ。ディエンレイ客、逃しちゃう。インフェルノブルー、自走宣言、衝撃客、追跡を抹消剣務、すべてクライミックス。
邪魔するなら始末する。一気に片付ける。勝負ありだな。逃げないから。足の肩はどこだ。二の肩はどこ。その程度で。
話にならねえな。そこだ！加え尽くせ！現象！加え尽くせ！加え尽くせ！加え尽くせ！いら！手応えがなさすぎる。すぐに済ませるわよ。これ以上僕を怒らせないで。怒りっぽいのは良くないぞ。あ、うん。たまにはカッコつけさせてやれ。死神が相手だ。七の剣、そこだ。加え尽くせ。全勝負。逃しちゃ。人生が来る。ジッパー。ふんふん。引き締まった。攻撃。ジッパー。ジッパー。宣言。追い詰められちまったが、俺の勝ちだな。